でもすごい綺麗になりましたね、駅舎が。松戸方面に行きます。電車行っちゃいましたね。という感じで2面2線の高架になってますね。向こうが新鎌ヶ谷駅なんですけど、もうホームが見えてますね。かなり近い感じです。でこれが時刻表なんですけども、で日中は10分に1本かな。で7、8時のピーク時は何だろう、これ10分に2本ぐらいかな。でまあ17時から21時まで本数が増える感じですね。で休日はまあ大体常時10分に1本ぐらいですね。18時だけ本数が増えてますね。国土交通省からのお願いです。新型コロナウイルスの感染防止のため、膝出勤及び手洗い、席チケットなども協力をお願いいたします。1万円に電車が到着します。いや、それにしても綺麗な駅ですね。列車が来るんでこれを見届けたら終わりに行きますか、この動画は。これは新京成の N800 型かな。京成津田沼駅ですね。